はい、どうもどうも皆さんこんにちは。インテルの第14世代、ラプタールイクリフレッシュがやってきました。あんまり変わってないということで、今日は、 え、そんな変わってない中からですね、えー、変わったところを頑張って、なんとか絞り出して、まとめたいと思います。多分、チョールドがめちゃくちゃ簡単な感じになると思います。変わってるとこ少ないでね、すぐ終わらせてしまいましょう。何が変わったのか、簡単にまとめると、まず、コア i714700K の E コアが増えました。8コアから12コア。コア数が増えたのは、なんとこれだて。<laughs> そしてその他はもちろんリフレッシュということで、えー、微妙にクロックは引き上げされています。まあ上位を目指してるっていう感じですねで。TS モデルじゃないんだけど上位もね、6時間目指すことはできます。そしてもう一つは APO Intel Application Optimization というインテルの第14世代にしか使うことができない機能です。だから大体いいコア数が増えてクロックちょっと上げて、この APO、この3つだけでいいかなと思います。 では、まずこの Intel プリケーションオプティマイゼーションという機能ですが、もともとこれはノート p c でダイナミックチューリングとして動作されていた機能をディスクに持ってきたらしいです。 えー、まあ、いわゆる、えー、スレッドディレクターみたいな P コアと E コアのタスクの振り分けですね。今のインテルはジョイズ CPU はだいたい E と P に分かれていますので、それぞれ特性が違うコアに適切に、えー、振り分けて,て当てるということで、かなりパフォーマンスが変わってきます。これをもっとゲーム時に、えー、適切に振り分けを行ってあげるということらしいです。だから説明を聞いた感じだと、スレッドディレクターよりももっと温度感 とかをしなながら、えー、調整するっていう形なのでまあ、温度に余裕があるかどううかかかをね、えー、常にに、まあ、チェックしなながらっていい機能とと思まます、まあ、とにかく、えー、ゲームの時にね、ちょっとフレームを頑張ってくれる、そんな機能です。で、プレゼンで、えー、インテルさんが出してる中でね、どのぐらいフレームが上がるのかっていうのも出してくれているんですが、結果的にタイトルによってまあ、上がるものは上がるっていう感じですね。逆に言うと上がらないものは上がらない。えー、エンボーセクシージが13%アップ。 メトロエクスタスが16%をアップしたみたいです。で、えー、ここからわかるのは、まあ、タイトルが、まあ、リンゴシ,シージがビッグタイトルじゃないとは言いませんが、まあ、もっともっとね、有名な GM とかもありますからね。あのー、サイバーパンクとかね、 ああいう使用タイトルじゃないところを見ると、まあおそらく、えー、この機能は、まあタイトルもね、2個しか、えー、出てませんので、うまくいってなかったものを、まあ調整して振りーバ出てやれるっていう感じかなと思うんですけどね。も、まあ、ちろんプレゼンで出してるものっていうのは装置上で、ね、最大の装置のものをね、出してくると思いますので、 まあ、ゲームタイトルによっては、どれほど効果があるかっていうのは、ちょっと微妙な感じもしますけどね。まあでも、このタスクの振り分けっていうのは、インテルはね大事になってきますのでね、重要なポイントでもあります。これがね、14世代にしか使えないっていうことなんで、まあ、この音程を受けれるようなね、ゲームをするのであれば、かなりね、14世代はいいんじゃないかなと思います。で使い方は、バイオ s 設定で元々、えー、ダイナミックチューニング、これをオンにすることができるので、オンにしてもらって、あとは、 えー、マザーさん次第編ですけどもドライバーが必要になるみたいなんでダウンロードするっていう感じですね。あのマザーがまずね対応してるかどうかっていうのを確認する必要がありますね。リフレッシュなのでもちろん、えー、基本的な設定は同じです、えー。そのままコア数が増えてクロックは引き上げられたっていう感じですね。 えー、ラプターレイクの時はね、アルダーレイクで完成した形から、えー、さらに限界を目指して、えー、コア数を増やしさらにキャッシュも増えたというメリットがありましたが、今回はキャッシュも増えてません。本当に、えー、ビビたる、えー、改良になっています。その中でも一番変更点が大きかったのは、コア i7-14700K です。これがコア数が増えて、E コアが8から12コアになってます。なので、マルチコアスレッドのブーストが期待できますね。 その他も、クロックが上がってるものは、最上位 i914900K も、ピークはね、6GHz。まあ今は TS モデルしかね、到達しなかったんですけども、TS じゃないやつでも、そのままね、ピークは 6GB まで持ってくることはできます。で、その他、まあ、E コアが4.3から4 4 g ガに上がってたりとか。まあそれでも、クロックが上がったのは0.2とかですから、まあ、この分しか精度が上がらないっていう感じで、 塗装できますよね。その他は変わってないですからね。カイの i5 もえそんな感じになっています。クロックが微妙に上がってるのかな。うん。でもそれだけであと同じなんでこれだけの差になると思います。まずはゲームのベンチマークですね。いろんなタイトルの平均になりますけども、やっぱりみんなこれはそれなりの伸びかなっていう感じです。アイインも。 i5 も、えー、クロックが上がった分だけの伸びっていう感じですね。ちなみに RTX4090 のハイエンドを使った状態でこれなので、まあ、実質このフレームの差は気にしないっていうことで、まあ、どのグラムを使っても、えー、基本安い方をね、買った方がゲーム用途ではお得になるっていう感じになりますので、安い方を買っちゃいましょう。えー、i5 もね、ほとんど変わってないですよね。で、注目の i7 の方ですけども、こいつがね、 今回はもちろん本命なんですけどもゲームでは活かせないですね。あくまでもゲームはピーコアのクロックが上がった分フレームが上がると覚えておきましょう。うん。ただね、ゲーム性能も言ってしまうと、今 AMD のね、 ライゼンの 3DV キャッシュの人たちがいてますので、特にライゼン 77800X3D ですね。最強のゲーミング CPU に君臨してるこいつなんですけども、価格がね、今日本市場では5万円台とかじゃないから、6万円ぐらいで買えると思うので、そう考えるとなんか無理してね、14世代でゲーム性能狙って、 するんですけども、やっぱさすがにちょっとゲーム用にはもったいないなと思いますね。まあ新機能が出てね。ゲームがちょっと、うん、フレーム頑張っても、さすがにこっち行った方は美味しいんじゃないかなっていう感じだね。男性 800x3 本当ね。ゲームは？ いいですよね。まあ、昔比べるともちろんね、めちゃくちゃ高いなっていう感じはするんですけどねうん。本来であれば i5 がね、えー、いつも通りこうゲームキングっていう流れでね、えー、もうちょっと戦えてくれてたらよかったんですけども、ちょっと差が出てきてしまいましたよね。うん。E5 ランプい,い子はたので、もちろん一番気になるのはマルチクワスレッドですよね。ではシネビンチをはじめマルチスレッドの性能を見てみましょう。さて、最上位の 14900K。 どうでしょう前回の 13900K と比べてそんなに <laughs> 変わってないのかなっていう感じですよね。これが 0.2GHz の差になります。まぁ、あ、0.2と言ってもあれ、まあ、常に、えー、上がり続けてるって言われてでもないので、えー、ちょっと何秒ぐらいね、えー、それを維持してくれるのかっていうのはまだわかんないんですけども。とにかくね、本、え、当、ー、フル活用したい人はめちゃくちゃあの3連のかっこいい水で買ってください。<laughs> ね、で、鉄イ i5 の方も こんな感じですね。あ、ほぼ変わらずっていう感じじゃないですかね。10%以内に収まってますからね。で、注目の i7 なんですけども、ここでようやく差が出ます。やっぱり E コアが、えー、4個増えてるのかなということで、かなり差が出て、かなりかな <laughs> かなりとは言い難いかもしれないですっていうのも差が出てるということです。そして、このマルチコアスレッドの性能で注目したいのは、 というか考えた方がいいのは、このコア i7 が良、e、いコアが増えたということで、上位の i9 に迫るということです。今回、重要世代を買うときに、まあ、唯一買ってもいいかなって思うのが、個人的には i7。まあ、この i714700K だと思うんですが、上位の i9 と比べて、価格差を見て、もしね、お得だと思ったら、この 14700K を買えばいいかなと思います。さてなんか1万円ぐらいの差しかなかったかな。うん。 最上位の 14900K と 13900K は価格差を見てなんだけども、まあほとんどの場合、下の前回のね、13の方でいいかなと思います。i5 も同じことが言えると思います。i7 は14世代になってから性能は上がってるんですが、 いいコアが増えて、スコア上がってますからもちろんね、その分コアが増えてますので、消費電力はかなり上がってしまいますのでね、性能を発揮したを使った分はね、消費電力が必要ということになりますので、それだけは覚えておきましょうあ。でも処理がね、早く終わりますからね。うん、シングル点もね、えー、もちろんこの 0.2GHz の差しかないということになりますが、こんな感じです。 ということで、13世代からの性能差を考えると、えー、まず i9 は P コアのクロックアップ GM のフレーム、E コアのクロックアップでエンコードとかもね、速くなりますが、まコア数が変わらないので、えー、微増、無視してもいいぐらいのレベルでしたね。i7 も GM は P コアのクロックで上がります。唯一、えコア数がね、E コア増えていけるのが i7 なので、マルチコア性能が大幅に上がります。 なので、まあ、変換とか動画の書き出しとかそういう、えー、重たい作業するときには早くなりますね。ただもう、E4 いいは十分なぐらいありますので、バックグラウンドでの、えー、なんタスクとかそういうものを考えて買うものではないんじゃないかなと思います。で、i5 も i9 と同じく DM ではシャワー厳しいし、まあ、これも i9 と同じで、まあ、そんなに買わなくてもいいんじゃないかなっていうような商品です、ね。値段でどっちか決めてあげましょう。ただ、えー、今回 i9 と i5 は、 本当に変わってないんですけども、買う理由としては、さっき説明した APO ですね。14世代しかこの機能が使えませんので、まあ、この機能をね、フル活用して、ティアマラフレームを上がる、上がるべきタイトルをプレイしているのであれば、買ってもいいんじゃないかなと思います。ってことで、はい。買う理由は、まあ、ざっくりと IC 部の価格を見て、美味しいと思って買うのか、もう一つはこの14世代にしか使えない APO を、えー 使ううために買うのかこの二つに絞られるかなと思います。逆にこの a p o を使わないのであれば、まあ、正直 i9 と i5 は全く買う必要がないと思います。なんかね、AI アシスタントオーバークロッティングみたいなのもなんか説明されてて、読んだ感じだと35秒間多分ブーストとかだと思うんだけど、温度とか、まあ、電圧とかね、周波数とか、そういうのをチェックして適切な応子設定を、まあ、勝手にしてくれるっていう感じらしいんですね。そんな機能があるらしいんですけども、 普通に手動をしているのはね、さすがに早くなるよね。まあこの辺りもね、比較しみないとわからないからね。ということで、今日は14世代の CPU 来ましたが、まあ、ほとんどね、変わらなかったので、なんか、本当に簡単な動画でもいいんじゃないかということで、本当に簡単な動画になりました。ということで、現場からは以上です。